岡田斗司夫のジブリ動画解説が面白すぎる。ありがとうございます。もう本当に、ジブリの作品が面白いから僕はそれになんかこう自分の視点をくっつけてるだけで、本当に見てくださいね。はい。なんかね、見た気になるって言われるのがね、ちょっと一番辛いんですよ。あの岡田斗司夫の解説見てるとジブリの映画見た気になるっていうのが一番辛いんで、本当はもっと面白いですから見てください。ポルコはなぜ豚なのか、ジブリの解説を聞くと何度も見直したくなる。ポルコが豚なの呪い、岡田斗司夫切り抜きより。ああ、そうですね。まあ、あの、切り抜きでもね、本当に面白さが伝われば、ジブリの面白さが伝われば、本当にベストだと思います。で、切り抜き見た人が、まあ、あの、ね、ジブリがね、サブスク配信してくれりゃいいんですよ。でもサブスク配信しない唯一の理由は、早尾が嫌がってるからだけなんですよね。めんどくさいおっさんですよ。あの VHS ビデオを出すのも嫌がったし、レーザーディスクを出すのも嫌がったし、 DVD を出すのも嫌がったし、ブルーレイを出すのも嫌がって、今もう配信を嫌がってるんですよね。もう本当にね、そこのところはね、妥協してくれないのかなと思うんですけれどもですね、早くあのね、好きなタイミングで見れるようになるといいですよね。